この世界の片隅に徹底解析解説。いやもうね3週間フラフラだよね。本当にあの作品のおかげで本当に凄まじいの食らったね。皆さん大体こういうことはおっしゃってますけど、これ言ってねえじゃんっていうのが結構ありましたんで、その話します。もうここ1ヶ月みんなこの話ばっかしてて、大体どんな話してるかっていうと、まあ一言で言うと、みんなが言ってることね、この映画について言ってること、広島のまあその戦争中の話っていうのを淡々と描いている、みんなが普通は嫌うような、社会派のテーマにもかかわらずなぜか大爆発っていう映画ですよね。はい、それでみんながこう多くの人が言っているのが、まあ大体必ず言うのが神は細部に宿るって話ですよね、基本的に。丁寧に日常生活を描くことによって、その感情移入できるし、その世界に没入できるがゆえに後に起こることに対してリアリティを感じるっていう演出がすごくよく素晴らしいっていうのが、まず皆さんがおっしゃってることだよね、大体の人がね。であとまあ「のんかわいい」「のんかわいい」もう確かにね、「のんかわいい」もうそうすごかった。いやなんつうのかな、方言女子っていう文化あるじゃん。最高峰出ちゃったんじゃん。もともと男ってさ方言女子に弱いよね。で男が喋るときつい言葉が女の子が喋ると柔らかくなるっていうのがちょっと面白くて、クレの言葉とか割とその普段馴染みない分新鮮だったっていうのもすごいあるよな。まあ左も右もないっていうすごさだよね。この辺がだからもうこういうものってさ、まあどっちかに寄ってるんだよ。でどっちかサイドが喧嘩売ってんだけど、どっちの側もこれは俺たちのための映画って思ってるところがめちゃめちゃ面白くないこれ。いやだからもう一番深いところに刺さるんですよね。その通りなんだよ。不言にいっちゃったんで。あとまあ曲の選択が抜群だったよね、コトリンゴさんね。いや紅白出なきゃダメだよね。圧倒的にあんのは俺から見てね、やっぱねユーモア主義なんだよね。ユーモアっていうものの力っていうかさ、だからそのなんかギャグでもないしお笑いでもなくユーモアなんだよこれの。それでオチを入れるんだけど「とほほ」みたいな「ええ」とか「ありゃ」みたいなで終わるっていうさ、「てへぺろ」みたいな「てへぺろ」とか「サザエさん」的な感じだから、みんながよく知っている種類の安心するタイプのユーモアっていうものをまあ前面に出しつつ説教ゼロっていうね、ここがまあ見たことないやつができちゃったよなっていう。だからすごいバランス。じゃほのぼのエンターテインメントで基本楽しいんだけど、見終わった後に言葉にできない気持ちになって何にも言えなくなるっていう。どうにもならない。でなんでこうなっちゃうのっていうには、俺ちょっと強引に5つの革命を起こしているんじゃないかということを、この世界の片隅が起こした1つ目の革命っていうかね。主人公がね流されてるで流されっぱなしなの実は。でぼーっとして逆らわないでね、これね実を言うとね、普通はね凡人がね何かがあって特別になる、もしくは凡人だと思ってた人が実は特別だったんだっていうのがもう基本のパターンだ、ずっと長いことずっと普通の人っていうのは。基本的にそれじゃそのまんまじゃダメなんだってなるんだけど、ならないっていう、だからこの、圧倒的にさその流れあるんだよ、モブサイコとかワンパンマンとか。でも、ワン君のやってるのも実は超特別な人間の話なんだよ。まあまあ結局ね、そう、で超特別なやつスタートで普通がいいんだっていう側に流れてる。でそういうジャンプなんかも最近そうなんだけどさ、まああったんだけど、まあとにかく特別じゃない主人公が淡々と頑張って失敗するっていう、まあ一つは脱特別っていうねもうねスペシャルっていうものがね日本人にね植え込まれて、まあ高度経済成長で。ジャパンアズナンバーワンで、はい、特別だから選ばれし勇者剣の魔法王族みたいなものをまあ、ドラクエ思想、これがもうこれだドラクエがピークだと思うんだよね。でそっから自信失うんだよバブル崩壊から、だけどこれのそのなんか残像がずっと続いていわゆる世界系ってやつで、それのとどめを打ったよね。完全に。だからこれはもうなんかすごい、これはねちょっと見たことないくらいはっきりとそれをやってて、でまあ象徴的なのは綿毛ですよね。だからそうですね、タンポポですね。たどり着いたところで太い根を張るという、それをまあその積もうとする周作さんを止めるっていうね。広島に生えてるもの、呉に生えてるもの違う、私飛んできましたって、これ分かりやすいやつなんだけど、そこでまあ強いこと言わないんだよね。つまはないでくださいしか言わないっていうさ、その辺のところもすごい。でまあスペシャルなヒーローかヒロインじゃないっていうのを最後までそれでいっちゃうっていうのがまあなかなかすげえなっていうのと、あともう一つね、映画って基本的に失恋から始まるんですよ。で失恋もしくは事故もしくは不幸、つまりその何かしら良くないことが起こってそこから回帰していくっていうパターンがまあ映画のまあ大筋のまあパターン化してる一つなんだけど、まあとにかく脱不満、この作品は主人公が不満を言わないっていうね、これも見たことない。だなんでかっつうと、基本的に不満があるから映画館に行って、で不満のある主人公に感情移入してそれが解決されるっていう風なカタルシスを持ってくんだけど、この人あんだけ不遇な状況に陥りながらマシな方だと思ってる。そうですね。これもなかなか、ただこれは失った日本のものなんだけど、そのかつてはそういうふうに生きてたっていうのをまあ分かりやすく出してるんだけど、これで分かりやすもう一個はっきりしてるのが「ワンピース型からサザエさん型へ」っていう戻ってっていう。あもそうなんで、ワンピース型っていうのはすげえやつがいてバトルして知らないやつと出会ってそれで戦う直前に回想が入って、であんな悲しいことがあったんだみたいな後付けなんだよ。そうですね、で基本的にこのパターンでずっと言ってたの今まで。でもサザエさん型っていうのは回想じゃなくて日々の積み重ね、だから毎日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 行ってそれでこうなっちゃうのっていう。だから本来だったら回想で描かれるべき部分をずっとやってるっていう、ね。だからそこもなかなか最近本当なかったんじゃないかなと思って。まあでもサザエさん型まあ年取らないですからね。っていうかまあ日常でちびまる子ちゃん型っていうかとか、まあよくさサザエさん家に不幸があったらどうすんのってよく言う話あったりして、そういうのは一切でもサザエさんに不幸は起こんないんだけど、でもまあここ見事なまでに日本人だったら誰でも世界的に誰でも知っているある悲劇が起こった日っていうのをみんな知ってるがゆえにカウントダウンでそこに向かっていくから、この構成からしても大勝利だよねっていうね。でこれがそうで実を言うとこれ冒頭が回想なんだよね。冒頭が回想だから子供時代から入ってる。で子供時代だから大人から回想で入るんじゃなくて子供時代から入ってるから、後から考えるとぼんやりした子供時代の思い出から入ってるんだけど回想には見えないっていうね。だからここも実にそのうまい、あとね積み重ねみたいなものを愚痴を言わずにこう見せていくっていうのと、あとカウントダウンの話で言うと、いわゆるその俺たちが知ってる広島っていうのは資料館的な広島であり裸足の弦的な広島であり、いわゆる教科書的な、でもそれはすでに歴史の一部、神話化されてる、それから距離感があってリアリティがないみたいなところはだけどそこだけは知ってる。だからそこだけ知ってるっていうのを利用してボンと杭打っといて、その間を知らなかった日常生活っていうのを知らなかったことを説明していくっていうくだりをユーモアでこう描いていくっていうところがまあなかなかこんなの見たことないよなっていうね。あとね、このもう一つですけどね、3つ目がですね、なんで反戦ものってつくとこれね、映画見てない人はねこれ多分ね反戦映画だから嫌だと思ってると思うんだよ。で広島だから嫌だっていう人もいっぱいいると思うんで、中には蛍の墓的なものジブリ的なものみたいなものを期待して見に行ってる人もいるかもしれないけど、基本的にさそれってさなんで嫌がられてるかっていうとさ説教の話なんだよね。そうなんですよ、イデオロギーが先に来ちゃうから物語より、だから拒否感が出るんですよ。でなんでそうなるかっていうとやっぱり調べるじゃん。こんなことがあるのかと思って許せないって思うじゃん。そうするとさその後さどうなるかっていうとさ、その調べた作者さんがさやっぱさ自分語りを始めちゃうんだよね。で作家主義になりがちなんだよね。でそれがアジテーションになってしまうっていうかさ、で河野さんの原作もそうだしその監督の料理の仕方っていうのが完全に脱私だったっていうね。これもなんだろうかな、こういう主題をやろうとすると必ずやってしまいがちで、 NHK の朝の連ドラでさ、昭和の女子女たちの歴史みたいなものっていうのまあやるじゃん、うん、どっかでやっぱ説教なんだよねあれってね。で、私たちこんなに頑張ったんだよみたいなさっていうような押し付けみたいなものがあるんだけど、これがとにかくおそらく注意深く省いたんじゃないかなと思うんだよね。だからで、これはむしろその客観的にあったことを淡々と見せた方が伝わるっていうことを河野さん自身が分かってて、でそのトンボとかサギとか綿毛とか、もしくはクモとかっていうような、いわゆるその神の視点から見てるから、ただ神はジャッジしないっていう視点なんでね、考え方なんだよねこれって。だからうるさくない。でお得意のやつはお得意の紙視点は原作である同じ構図の時間が違うってやつね。だから焼かれる前の街と焼かれた後の街っていうのを同じ構図で見せるっていうのは、これを何回もやるよね。なるほどなるほど。でクレを空襲してた B29 が出てくるんだけど、映画だと割と一瞬のカットなんだけど、あれ原作でやるとさ B29 の上から描いてんだよね。で B25 が来た時にはまだ街があって、でいなくなった瞬間に燃えた何もない街があって、同じカットで何も言わずにそれを描いてるっていう。でそれを飛行機の上から描くことによって、さらにもう一つ神の視点が入っちゃってるなっていうさ、っていうのがすげえなっていうのと、あとこのこれ後半で言おうかなと思って、橋とか川とかっていうのに込められたメタファーっていうのはちょっとっぽいよな。映画のね作り方としてもね素晴らしかったしね、音楽と声とあとテンポみたいなものがあるから情感引っ張られるじゃん。でもやっぱり原作見ると全部あんだよね。そうですね、むしろ豊かにあるそう、原作の方が割と近距離なんですよすずさんに。うんうん、だけど映画だともうすず自体を対象化して描いてるんで、暮らしっていうもの、だから原作からカットしたシーンを比べてみると、やっぱり原作の方がすずの人生に寄り添う。で映画のバージョンはやっぱり街、暮らし、家族、鈴っていう全てがある程度フラットに描かれてて、だからみんな参加しやすいんですよね。男目線っていうのだからさ、要はさ俺かまどの前にいる女人から見えた戦争だと思うんだよね。ああ、だからずっとそこにいるんだよ。で立ったり座ったりしてんだよ。でさ、家ってさ、嫁ってさ、女が家に作って書くじゃん、いやもうまさにその時代なんだよね。でその時代にこういうもんじゃろうって言って文句も言わずにそこにいる女の話っていうかさ、でその強さみたいな、その後話ちょっと後でするんだけど、さっき言った、仕掛けの話、構成とかやり方みたいなこと、やっぱ圧倒的なアナログ回帰。だから河野さんの原作自体がめちゃめちゃアナログなんだよ、ね。で2007年の連載にもかかわらず、もう2007年って言ったらみんなさあデジタルに移行しなかったらどうしようもねえよって言ってる時期で、でも俺も行かなかった派なんだけど、行かない理由がはっきりある人なんでねこの人ね。でなぜそうなのかっていうのはちょっと後半に深い話はしますけど、で表現主義的なやり方っていうもの、世界の全てを描くためにどういうふうにしようかっていうのをやると時にデジタルでは失われてしまうものを失わないようにするっていうことと、あと手仕事、要するに彼女のやってること、漫画自体が手仕事なんだよね。でずっとこの作品で出てくるのは千日張りもそうだけど手仕事なんだよね。そうですね。そうで南高飯もそうだし、それでちょっとさっきちょっとねその技法と主題というかあれがすごくマッチしてんですよね。おお。でおすずさんですけどレイさん書いたのこれ。そう。さっき書いたんだけど、書いてくれって言うから書くよそりゃ。漫画家みたい。うるせえよほんでこの人顔こっち向けながらお辞儀するんだよ、でこれ体が S になるんだよ。そう必ずS 型になって、本当だ本当だ。そうそれでこの人顔向けながらお辞儀しながらこっち見てるっていうね。だからそれがこの人のことをすごくよく表してるとか、下を向くわけじゃないんだよ。こっち向くんだよ。そうでも真正面じゃなくてこうってなって、で時には向こうに向いてひそかにニヤニヤしとるんじゃみたいなこともあるわけだから、そこね大好きでした。たまんないニヤニヤしとるんじゃ。ほんで圧倒的にあんのが手と足がでかいの、この人の絵は。おお、そう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 。だからなんかこうちょっと面白いバランスで、うん、でまあその割とキュートだよね。他の作品だと結構頭身長いの多いよね、うん、だけどこの世界だとのすずさんはまあ細いからすずさんは、うん、細いのだから、うん、なるほどね。そうそう、だから子供のようなんだけど、うん、実はこれ結構深い意味があって、うん、子供のように描かれてるっていうのは、うん、まだぼーっとして何も知らんかったら よかったけんのみたいな、知らなかった時期のすずさんなんで、ね、それが知っていくっていう過程を書いてるから、うん、嫁に行っても子供っぽいまんま書かれる必要があったんで、まあ必要以上に子供っぽく書かれてるっていうのがあるなっていうのがあるっていうね、うん、これ辺もねなんかねすげえなと思ってた。その同じ漫画家として画面の中に絵と文字を使って「お好きにどうぞ」って言われるのが漫画家なんだよ。うん、そう、それでね8月6日のあの瞬間を本当にこれくらいのコマで描くでしょ。そうですね。それをチョイスっていうのがもう常に漫画家が選択しなきゃいけない。なるほど、ドラマチックな出来事だからこそ、そうこうで呉と広島の距離みたいな。そうそうそう。で、そうまあドラマ的にも素晴らしいんだよ。だから対立したものの和解の瞬間に悲劇が同時に起こるって。だから構成から演出からまあ完成度が高い。こんな完成度高い漫画俺見たことないね、ほとんど。本当にもうだから1個下かな2個下かな河野さんって。あ、そうなんですか。そう48ぐらいなんですけど、うん、いや素晴らしいっすっていうね、うん、申し訳ないですね。だからみんなが申し訳ないなと思う気持ちにさせられるのは、要するにアナログの表現で、うん、工夫と感性とその努力で、うん、いいものできるんだっていうのを証明しちゃったんだよね。しかもうん、漫画業界ではこの世界の片隅に扱いされがちなアクションという場所で。だからなんといってもそっかアクションだもんねあれ。要するにヤンジャンでもヤンマガでもスピリッツでもなく、アクションが奇跡を起こしてるんだよ。だから一番すげえのはアクションの編集者なんで、やっぱり。なるほどね。河野さんにやらせたんで、それ広島を書かせたアクションの編集者がやっぱりノーベル賞を、やっぱりノーベル平和賞を受賞する。ノーベル平和賞を。アクションの編集者。いやすげえなと思って。でまああと象徴主義の話で言うとね、だからいろんな人が語れるような、まあエヴァもやってっけどさ、本当に素敵なメタファーだよね。だから鉄っていう幼なじみの象徴としての詐欺とか、うん、自分を象徴する綿毛とか、うん、それから神の象徴のいろんなものとかさ、それからなんか溝とかさだからそういうなんか、ちょっと考えるとおおって思うような象徴がいろんなものに入ってて層を成している。だからこれ徹底的にだから多分解説本出ると思うけど、うん、オタクの人は大喜びだよね。なんか写実的に映画は描かれてるんだけど、うん、すごい象徴的に同時にやってるんですよね。うん、それを重層に重ねてやりつつ語らないことによって見る人の、リテラシー試されるんだけど、深みになってる。サザエさんのね4コマ漫画のうちにすごく似てるとね。だからたわいないことで「あはは」で終わるっていうものでちゃんと読めちゃうし、大体において日常の暮らしなんてこんなもんだろうと、憲兵に捕まりそうになったんだよ「あはは」っていうので終わるっていうさ、こんなもんだよね。実際はだから捕まって拷問にあってでみたいなさ、そんなことは歴史上あるんだけど、そっちばかりをフューチャーされるけど、そうではない世界っていうのにフューチャーする。でだからこその痛みとか衝撃みたいなものが待っているというね、あったなと思って。それでして5つ目ですけど、これはね多分ね今年のね映画3つの象徴的な問題で、今年の映画はやっぱり「シン・ゴジラ」に始まり「君の名は」で行き、そして最後にこの世界がやってくるんだけど、この3つが圧倒的にすごかったっていうか。でも岡田さん曰く大豊作だし、ゴールドラッシュって言われてるけど、この3つは一体共通点が1個あって、はい、これ何かっていうと、あの 3.11 をどう捉えるかっていうのをアーティスト側からの回答として出した3つだね。だからものすごくはっきりとその 3.11 に向き合った映画が3つ同じ年に公開されてるっていう、これがなかなかすごい、面白いことになった。2016年ってそういう年だったんだから、震災総括アーティストにとっての。っていうで、俺たちはそろそろあのことに関して考えられるようになったんじゃないか、受け止められるようになったんじゃないかっていうタイミングではもうあったっていう。で5年経ってるんです。で「シン・ゴジラ」はどうしたかっていうと、あれはゴジラ自体が原発メタファーで、それでまあデブリのメタファーになってるんだよね。であれ冷却しなければならないと。で解決方法はまあちょっと上の世代らしく、てかあの世代らしくね、安野さん世代らしく楽観的だから「狼頑張れ」なんだよ。だからまあ組織大好きだし、でそれでまあ若手エリートだから、ジジイはいなくなる。で若手エリートが頑張る上で、その上の世代さ、いわゆる一瞬で、あれはだから「エヴァンゲリオン」で戦艦を踏み潰すアスカだよね。だから上の世代を踏みにじるんだよ。踏みにじるんだけど利用もするんだよっていうのがまあ安野さん的なまあ考え方にして、で最終的にはデブリはまあその原発を冷やしたみたいな、あのまあみたいな感じで冷えるよねっていう希望的な観測で終わってんだけど、まあそうかなみたいなところで終わってるところが実に安野さん的な感じがするのが「シン・ゴジラ」っていう。だから俺はこれ一番楽観的だったなって、まあ一番ではないね、次の「君に届け」の方がもっと切ないけど、実はこれ、どういうこと言ってるかというと、なかったらよかったのにねっていう話なんだよあれって。なかったらいいことにする話なんだよ。でずっと信じてたことがあったけどダメかもしれなかったけど、だから涙出て毎日泣きながら起きるくらいダメかもしれないと思ったんだけど。ダメじゃないよっていうのを言い切るってことによって、その水面下にいた深海にいた誠がねあいつは本来は深海で誠を語ってるはずだったんだけど水面上に上がってきちゃったんだよあいつ。そしたらすごいことが起こっちゃったな。聞いてます？聞いてます。うまいな。そしてですよ、そして最後この世界の河野さん、はい、どうしたかっていうと、なかったことにはならないんじゃっていうのをまあこれ一発かますわけですよ。夢みたいなことにはならないんじゃっていう、国の正体、これがこの国の正体かねって言ってる。でこれはだから安野さんは国まだ信じてる、国信じない、この国の正体分かったから信じない、でこのなかったことにはならない、だからこの両方の映画をすずさんは否定してる。でどうするかっていうと、それでも生きるんじゃっていう。これを広島弁でやられるとたまんないでしょ。生き残った我々はそれでも生きるんじゃって言われたら、なるほどね。どうすんのこれっていうね。まあ確かにその前作2つと比較するとそうなりますね。恐ろしいよね。で実際はだからこれまあ世界系って言われてね、自分と世界は同じ価値だと思ってる人、もしくは俺が死んだら世界なくなるみたいなさ。世界と同じくらい俺は偉いんだとか思ってるみたいな感覚みたいなものって、実は本当に世界なんか見てないんじゃないかっていうメッセージも感じるわけ。これはなかなか結構きついやつなんだけど、世界の中にはトンボや波のウサギやかまどやキャラメルも入ってるっていう、そう実は世界系っていうのは世界なんか見てないんじゃないかって、いわゆるこれ世界系に対する一発終止符打ってしまったなっていう。世界の中心で何とか何か叫ぶような、あれから10年経って、あれから10年経ち、そうでまあ逆に言うとエヴァから20年なんだよ。だから俺ちょうど今日もエヴァやるけど、本当皮肉なことにエヴァが起こる2015年だっけ、エヴァ人が来るの去年ですね、人が来たのはこういうタイミングで、そうか16年に終わりっていう告げられるのが実際現実の2016年だなと思って。それでまあこれこの変化ってなんだろうなと思うと、俺のっぽさんに言われたんだけど、のっぽさん、のっぽさんにね、のっぽさんと話してる時に、絶躍でのっぽさんあの番組終わったからよく喋るからね。あ、そうなんだ。でめっちゃ喋ってくれて、で俺が物語作ってるって言って、その時に俺に最後に言ってくれたアドバイスっていうのがあって、その時に言われたのが、山田さん本当のような嘘からじゃなくて、本当のような嘘じゃなくて、嘘のような本当を書いてくださいって言われたんだよ。わかります？嘘のような本当でしょ、この世界の片隅で描かれてるのは。ああなるほどね。戦争くるくるって言ったけど最近どの辺におるんじゃろう、嘘みたいだったんだよ、うん、でも本当なんだよあれ、うん、あれ起こったこと本当なんだよ。だから「シン・ゴジラ」とそう、うん、虚構なまさに「君の名は」こっちなんだ、うん、そうな本当のようなこと言ってるけど震災はないことにならないし、うん、若手官僚当てになんねえよ、うん、はあ、デブリは冷えてないよ、うん、だからこっちからこっちなんです。これがまあ最大のこかましっていうか一発出たなっていう。謝んなきゃダメなんだ、みんなで謝んなきゃいけないんだよ。だからなるほど、ノッポさんすげえね。ノッポさんすごいでしょ。これはちょっと俺も肝に銘じてますよ本当に。でだからこそ最後ね、原作やばかったよ。生きるんじゃの後にコジと一緒に呉に帰ってきてから、うんうん、一瞬だけページの端っこが色つくんだよね。そうで見開きにすると大画面で、これ原作の話ね、映画じゃなくて大画面で色のついた呉の町、戦後の呉の町が表現される、描かれるんだけど、これがまあ美しい。ゴッホの星月夜だよね。そう星月夜だね。そうで普通の世界には色があるんだよっていうね、色を失ってたんだよ今まで。これこそがそうアナログの強さっていうか、だから白黒で描く漫画っていうメディアだからこそ、ここ一番パートカラーやれるわけ。そうなんですよ。だからなんか鉄がね、鈴お前は普通じゃなっつって、うん、お前だけは普通でいてくれって言うじゃない。でその意味なく自分はね軍隊に行って叩かれたり拝まれたりするけど、わしはそれはそういうふうにされるのはわらや神さんじゃって言うんだよね。で人間じゃないっつうんで、で俺が死んでも英霊として拝んだりせんといてくれって、うん、俺は神様じゃねえぞ、うん、俺は普通なんだぞっていうさ。でこの状況っていうのが普通じゃない、おかしなことなんだよっていう、俺を拝むようなことはおかしいんだよ、うん、俺を英霊にするのはおかしいんだよっていう一兵士の視線が入ってる。うん、これが強烈。もう右も左もこうやっていきなりこう入ってくる、ぶち抜いて入ってくるのが鉄なんだよ。そうそうそう。いやこれはなかなか壮絶だよね、うん、このだから疲れちゃったこんなん疲れるわ本当に。で最後そのちょっとまあミソジニーの話とちょっと被るんですけど、女性嫌悪の話まあ、先週してたんだけど、うん、やっぱりこれってまあこの映画って本当に何を感じさせられるかというと、やっぱ女っていいよなっていうさ、女嫌いになっちゃってた俺たち、その高度経済成長からここまで至って、うん、女の嫌なところいっぱい見てきちゃって、いや女のいいとこもいっぱいあるよなっていうのが、このミソジニーが限界に来てトランプが誕生した年に、うん、同時に起こるっていうのがすごい面白いよね。すずさんのお母さんやそれからすずのお兄ちゃんが亡くなった後のすずのお母さんの態度とかあるじゃん、うん、あれが本当に強さだと思わない、このタフさみたいなものって、ね、家事みたいなことをしたくないみたいなことをずっと言ってた女たちの歴史があったじゃん、うん、それを女の作家さんが書くんだよ、その素晴らしさを。だからその家をね守る、イワシ3匹で家族3人のご飯を作んなきゃいけない、これが私たちの戦いじゃ、戦いじゃっていうわけ。頭が下がる、頭下がるから本当にみんな反省させられるんだよ。で家にその落ちてきた焼夷弾をさ全身で火を消すでしょ、布団持ってさ、あれ原作よりも丁寧に描いてるね映画の方はね、ゆっくりと。だからどうか火がの映らない、燃え移らないでくれと思いながら見てしまうみたいなさ、いやいやともね、うん、だからなんかそのまあ一言で言ってまあ女頑張れ、女って素晴らしいっていう、うん、まあアンサーだね。だからそのかつて日本女性が持っていた素晴らしさっていうのをこう、でもこういうのが窮屈な女性もいる。もちろんこれが正解の一つではあるしっていう話ですよね。そこがうまいのが、もちろん遊郭の人も出てくるし、お姉さんみたいな人も出てくるし、ただいろんな人が出てくるんだけど、日本女性ってこういう風な人たちがいたんだなっていうのが分かる。総じて強いんだよやっぱり。でしなやかだしね。で俺でもねこれね後半のね、いわゆるそのみんなが言っているとある事件があった後の鈴の絶叫シーンがあるね。だから今まで「ありゃー困ったね」ってこうやってやってる鈴が絶叫するシーンが、お前がやるな俺あれはね思い出すのはね、去年のねマッドマックスのフィリオサだよね。おフィリオサはねずっと喋んないんだよ。だからフィリオさんの心の中で「困ったねありゃ後ろから追っかけときとるじゃん困ったね」言いたかったんだよマックスに。マックス何も言ってくんないから。そうそれでまあ絶叫につながるわけですけど、フィリオさんも泣いとったんじゃ。何の話。いやいやいや、まあね言いたかないけど、まあ宮崎駿さんはやっぱりロマンチストなんで、まあある種戦争ものみたいなもので「風立ちぬ」っていうのを書いてるじゃない、まあ、あれも素晴らしい作品だけど、やっぱ肝心なところを見ないことにしてた、その肝心なところを見ないことにしない宣言っていうね、ないことにはせんのじゃっていう宣言、これはまあ本物の大人の姿だよなっていうのは思ったなと思ってね。でもその戦争を直接体験してないからこそ、できた作品ではあるかなとは思いますけどね。まあ基本的にね、どんなコンテンツでも作った人に会いに行くっていう体験なんだよね。でこれはゴッホの絵を見に行く時にはゴッホ自身に会いに行くっていう体験なんで、この作品はこの作品を作る前に実際にそれを体験した人に実際に河野さんが会ってると。で会って、それから監督もそうなんだよね。監督も会ってるというね。でまあ乗っかっちゃってね。だから彼らに会いに行くっていう体験なんですよ。はあ。だから体験だから言葉にならないわけ。メッセージではないの。こうなんじゃよっていうふうに言われるんじゃなくて、こういうことがあったんだっていうのを体験する。実はこれ VR なんですよ。おお。よくできた。最後にだから。大変な年ですよ2016年次行きましょうか。疲れちゃった。